アドリフ・アブラーモビチ・ヨッフェは、ロシアの革命家、ソビート連邦の政治家、外交官。クリミア半島のシンフェロポリにいて、裕福なガライ派ユダヤ人の家庭に生まれ、そして1900年、まだ高校生の時に、社会民主主義者となった。高校卒業後、ベルリン大学で学ぶ。1903年、正式に、ロシア社会民主労働党に入党。1904年、 逮捕から逃れるために幕府に向かったその後モスクワに移ったが再び逃亡せざるを得ずこの時は国外に逃れた1905年1月9日の地の日曜日事件の後ヨッフェはロシアに帰還しそしてロシア第一革命において活動した1906年初め亡命を余儀なくされ1906年5月に ドイツから放逐されるまでベルリンに滞在した。ロシアにおいて、ヨッフェはロシア社会民主労働党内のメンシェビキ派に近かった。しかしながら、1906年5月にウィーンに移住した後、彼はレフトロツキーの路線に近くなり、1908年から1912年までトロツキーによるプラウダの編集を手助けし、その一方で医学及び精神分析学を学んでいた。 また、その火災を、プラウダの資金として提供した。1912年、ヨッフェは、オデッサ訪問中に逮捕され、10ヶ月間の東北の後、後シベリアに追放された。1917年、ヨッフェは2月革命によりシベリアの追放地から、解放され、クリミアに戻った。クリミアの社会民主党は彼を代表として、首都ペトログラードに送り込んだが、彼はすぐに、 国際革命路線に転向した。これにより、より恩恵な面シェビキに支配された組織内に彼が止まることは不可能となった。その代わり、彼は帰国したばかりのトロツキーと共に、軍と行動を共にすることになった。1917年5月、ヨッフェとトロツキーは一時、畜連合派に属し、これは7月26日から8月3日の、 第6回ボリシェビキ党大会で統合された。この大会で、ヨッフェは中央委員会委員候補に選出されたが、その2日後の8月5日には中央委員に昇格した。中央委員会メンバーの何人かは国中にあるか、潜伏しているか、ペトログラードから離れたところにおり、そのため会議には出席できず、ヨッフェが常設、幹部局のメンバーとされた。8月6日、 ヨッフェは中央委員会初期局の代理局員となり、8月20日にはボリシェビキ機関士、プラウダの編集局員となった。ヨッフェは1917年秋にペトログラード・ドゥーマのボリシェビキ派の長となり、9月14日から22日に開かれた民主主義派会議のドゥーマ代表の一人を務めた。ヨッフェはレーニンとトロツキーに従い、 民主主義派会議により創設された諮問機関、予備議会にボリシェビィキが参加することに反対したにもかかわらず、その運営は民主主義派会議におけるボリシェビィキ大議員の多数派により主導され、彼は予備議会のボリシェビィキ議員となった。2週間後の10月7日、より過激なボリシェビィキ派が勝利すると、ヨッフェと他のボリシェビィキたちは予備議会から退席した。 1917年10月、ヨッフェは、グリゴリー・ジノビエフとレフカーメネフラの恩恵路線に対抗し、レーニンとトロツキーの革命路線を支持して、陶器の明白な振り子を理由に、彼らを中央委員会から追放することを求めた。ヨッフェは、10月25から26日に、ロシア臨時政府を打倒したペトログラード軍事、革命委員会の議長を務めた。革命の直後に彼は、 他の社会主義諸政党と権力を分かち合うべきと主張するジノビエフ、カーメネフ、ルイコフ、その他、ボリシェビキ中央委員会委員に対抗し、レーニンとトロツキーを支持した。1917年11月30日から1918年1月まで、ヨッフェはドイツとの急戦交渉のために、ブレストリトフスクに派遣されたソビエト代表団の団長であった。 1917年12月22日、ヨッフェは平和条約に向けてのボリシェビキ側の前提条件として下記の項目を告知した。ヨッフェは1917年12月2日、中央同盟国との休戦協定に署名したにも、かかわらず、翌1918年2月に、トロツキーが高級的講和条約を拒否すると彼を指示した。一旦、 ボリシェビキ中央委員会が1918年2月23日、ブレストリトフスク条約への署名を決定すると、ヨッフェはソビエト代表団の一顧問の地位に留まることで抗議した。1918年3月6日から3月8日の第7回ボリシェビキ臨時党大会において、ヨッフェは中央委員に再選出されたが、ただの委員候補であった。3月末に、 ソビエト政府がモスクワに移転したとき、彼はペトログラードに残り、そして4月に中毒ソビエト全権代表に任命されるまで、彼は中央委員会ペトログラード局のメンバーとして働いた。1918年8月27日、彼は独ソ補足条約に署名した。1918年11月6日、ドイツの敗戦と、 ドイツ革命勃発の文字通り数日前、ヨッフェを長とするベルリンのソビエト代表部は、ドイツにおける共産党の放棄を準備した角で国外追放された。1919年から1920年、ヨッフェは労働、防衛会議議員及び、ウクライナ共和国国家統制人民委員を務めた。彼は1919 19年3月の第8回党大会において、 中央委員に再選されず、もはや指導的地位につくことはなかった。ヨッフェは1920年10月、ポーランドと休戦協定について交渉し、さらに同年末には、エストニア、ラトビア、リトアニアと講和条約について交渉した。1921年、彼は、ポーランドソビエト戦争を終わらせるため、リガ平和条約をポーランドとの間に結んだ。そして、 最高会議及び人民委員会議のトルキスタン施設団の副団長に任ぜられた。ヨッフェは1922年2月のジェノア会議においてソビエト代表団の一員となり、ソビエトが会議から脱退した後、中国大使に任命された。1923年、ヨッフェは孫文との間で後者が中国共産党と協力するという過程から、 中国国民党を支援する協定に署名した。中国訪問の一方で、ヨッフェは日ソ関係を改善するため、1923年6月に日本を訪れた。これらの交渉は長期かつ多岐にわたったが、ヨッフェが重病となってモスクワに帰還せざるを得なくなったために、失敗に終わった。少し回復した後、彼は1924年に、 イギリスへのソビエト代表団員を務め、さらに1924年から1926年には、中央ソビエト全県代表を務めた。1926年、彼の衰える健康とボリシェビキ指導部との意見の相違により、彼は非常勤とならざるを得なかった。彼は指導教育に集中しようとしたが、しかし、それは病気のために難しいことが明らかとなった。ヨッフェは、 左翼反対派に属し、1920年代を通して、レフトロツキーの友人かつ忠実な支持者であった。1927年末まで彼は、重病となり、極度の痛みを伴い、ベッドを離れられなかった。共産党のスターリン指導部により、国外における治療を拒絶され、1927年11月12日に、トロツキーが共産党から追放された後、 ヨッフェは自殺した。彼はトロツキー宛てに別れの手紙を残したが、その手紙はソ連秘密警察に押収され、後にはヨッフェとトロツキーを貶めるためにスターリン派の手により選択的に引き合いに出された。ヨッフェの葬儀におけるトロツキーの惨事はソビート連邦内における最後の公式演説となった。ヨッフェの娘、ナジエダ・ヨッフェはトロツキストの活動家であり、 スターリンによる東国と強制労働を生き延び、そして回想録、時間を遡る私の人生、私の運命、私の事件を出版した。ありがとうございます。